やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。おい、時間やないか。はい、皆さん、今日はですね、案件をいただきました。メンズ化粧品ブランドヌルソンからやっていこうと思うんですけど、まあ数々のメンズ化粧品を使ってきたんですけど、実際にこうヌルさんの僕が使ってたんで、案件の方をお受けしてやっていこうと思います。興味ない人もちょっと待ってください。俺も25ぐらいまで全くつけてなかったの。化粧水とかつけてない肌っていうのが状態が0点なの。今日紹介するオールインワン商品っていうのがあるんだけど、もうベッて塗るだけ、それだけで点数が0から50まで一気に上がる。ボン。化粧品とかって結構なんかたくさん分かれてるの分かる？たくさんたくさんあって男から見ると悩ねんこれって感じだけど、それが一気に入ったオールインワンの化粧品っていうのがあるの。もう全部ギュッてなってるやつ。簡単に言うと、それをお風呂上がりに顔に塗るだけ、終わり。全部入ってるから面倒くさいことない。ヌルさんについて説明させてもらいます。すべての男性を美しくをコンセプトに、スキンケア、ボディケア、メイクアップなどの全身ケアができるアイテムを展開する男性向けのコスメブランドとなっております。ローランドとのコラボやヒカキンさんとの紹介で話題となり、ロフトやアマゾンを中心に、展開している人気のブランドとなっております。もう男性向けなんでね、化粧水とか風呂上がり塗る人の方が少ないまで歩くない？俺はそうだったから、そこをまあ抜け出した俺からのこんだけ違うよっていうプレゼンも今回含まってるんで、お願いします。はい、今回ヌルさんにね、許諾をいただきましてね、ちょっと特殊な方向性でやらせていただきたいと思います。マッチングアプリの写真の撮り方も踏まえて、そこをゴールにやっていこうと思います。マッチングアプリの写真の撮り方もね、君たちに伝授して終わろうと思うので、今回紹介するのがアクネブロックフェイスウォッシュ、これ洗顔ですね。洗い心地さっぱりの薬用洗顔、余分な油分を落とし、ニキビや肌荒れを防ぐ、少量でも泡立つ、ライムシトラスの香りというわけで、こちらでございます。バン、大容量、これ実際に使わせていただきました。これ Amazon とかロフトでも売ってるんでね、買ってみてください。で、実際今日これで洗ってきました。洗ってきた状態です。で、こっから始まります。次、風呂から上がったらこれ、これですね。じゃん。オールインワンミスト。ミストタイプのオールインワン化粧水でございます。で、この中に、化粧水、乳液、クリーム、美容液、フェイスパックの効果があるという。普通だったら、分けてやんのよ。まずは化粧水を塗って、乳液を塗って、クリーム塗って、美容液して、フェイスパックして、みたいな。分けてやんないといけないんだけど、この中にオールインワン全て入ってるので、もう何が何だか分かんない人も、一回これを買ってね。やってみてくださいと。化粧をしてない人が化粧をする一個目の関門というか、気になるところってぶっちゃけベタつきなんだよね。ちょっと気持ち悪さがあるんだよ、変なの買っちゃうと。この商品はそれを考慮してあるんで、そのベタつきみたいのがありません。これは手を取ってもいいんだけど、まあ今回手取りましょうか。手取って、やり方としてはこれをこうやって塗るんじゃなくて、押し付ける感覚。はい、押し付けます。で、俺のおすすめは、こういうのは、顔だけではなく首も塗ります。首もどん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 老けていきます。で、首がね、やっぱりね、老けてる人ってね、あの人ちょっと、ビジュアル悪いなって感じるんで、こういうの首にも塗ってください。これ、あっさりしてるっていうのがポイント。出張や旅行先でも便利ですね、ってことで。これ一本持っていけば、どこでもね、スキンケアができますよ、という商品となっております。そして、もう、顔の保湿だったりが終わりました。寝る前だったらもうこの状態寝ていいわけよ。で、なんで保湿をするのかっていうのを根本から説明していいか。人の肌っていうのは夏にテカるイメージあるでしょ。逆です。今からテカります。人の体っていうのは逆に言えば単純なんですよ。乾燥すれば乾燥するほど、あ、やばい、この皮膚乾燥してる、保湿しなきゃって言って体の中から油分を出すんだよね。そうすると人ってテカるの。逆に保湿をしてあげることでテカリっていうのは抑えられます。だから乾燥してる人もこれをやった方がいいし、テカリが気になってる人もこれしてください。テカリは保湿で治ります。わかるんですよ。
僕もテカります。男ってのはテカる生き物です。悩んでる人いるよね。その人はまずオールインワンの化粧水から始めましょう。ピュー。夏のダメージもあってね、はい、ニキビありますね。見えますか。はい、目の下シワシミありますよね。これなかったんだけど釣り配信でできました。僕シミこれマジでなかったの。これなかったんだよ。俺マジショックだよこれ。というわけで今からもうメイクをしていこうと思います。メイクに使うのは2つでございます。 BB クリーム、これ俺が前から推してます。 BB クリームと言われるものが2種類ヌーさんから出てますね。Amazon のベストセラー獲得など日本国内の男性向け BB クリームで一番売れている商品でございます。男性の肌色に合わせて作られているため、塗っている感が目立ちません。これめっちゃ大事ね。男ってまだ化粧をしているっていうのがバレないに越したことないというか、そういう文化がないんでバレたくないのがぶっちゃけるじゃない。メンズ化粧品の BB クリームなんで、女性も使いますのメンクリームだと結構白すぎたりすんの。でもこれはメンズの肌に合わせられているように作ってるのでバレにくいです。はい、BB クリーム2つ出ております。 BB クリームオークルこちらですね。カバー力高めの方ですね。ちょっと冷え剃り跡が、あったり、ニキビがあったり青ひげがある人だったりが、おすすめとなっております。はい、次こちら BB クリームのナチュラルの方。顔色が悪かったりね、なんか血色が悪い人とかいるじゃん。そういう人がこっちがおすすめ。毛穴だったりを自然に埋めてくれます。この2種類が出てますね。で、今の説明を聞いてもどっちがいいか分かんないって人がいると思うんだけど、公式 LINE のメンズヌルを登録すると、自分の肌色がどっちの BB クリームが合うのか、肌質全て見てくれて判断してくれます。担当の人と話したんですけど、その LINE で、自分の肌質とかを送って調べてくれる人、今流行りの AI ではありません。人力で答えてくれます。しっかりと肌質を見極めてくれて、どっちの BB クリームが自分に合っているのかっていうのが分かるので、もしね、悩んでる人は、メンズヌルの公式 LINE の担当の方とお話しして、BB クリーム買ってみてください。というわけで、今から実際に BB クリームの方を使っていきたいと思います。今回 BB クリームを紹介するのも、これも言ってみたらオールインワンなんだよね。お化粧するっていうのも結構その段階があって、ファンデーションがつきやすくするものをつけて、ファンデーションをつけて、コンシーラーつけて、お粉つけて、で、最後にその化粧全部が取れなくなるようにするスプレーつけて、それが全部、これ一本に集約されてます。これ、化粧の効果もあるんだけど、日焼け止めの効果もあります。これ一本で済んじゃう。で、ベストで言うと、パフっていうのがあるといいんだけど、まあ、最初からそんなグッズを揃えるのめんどくさいなっていう人はいると思うんで、今回指でやります。俺も最初は指でやってました。本当にちまって指に出します。こんぐらいね。こんぐらい指に出します。こういうのを、まず気になるところに。ポツー。これだったらここにシミっぽい気になるんで、ポツー、ポツー。ちょっと出していきますよ。はい、ポツー。ポツー。こうやってね、まんべんなく散りばめてください。で、男性諸君気になるの青ひげでしょ。僕も青ひげコンプレックスでした。ひげ。塗ってください、こうやって。これね、色が素晴らしいんです。これ青ひげにめっちゃ効きます。色がさ、オレンジに近い色でしょ？青ひげって青じゃん。真逆の色なんだよね、本当に。だから、オレンジの色を相殺してくれる色なんだよね、オレンジって。ポンポンね。で、これを指で伸ばしていくだけ。ちょっとカメラ使ってっからムラができちゃいそうで怖いけど。これムラないかな？大丈夫かな？で、これだけでも肌の血色良くなるし、シミとかもある程度、消えてくれます。で、気になるシミあんじゃん、こういう。特に気になるシミ。今のはこうやって塗ったじゃん、全体的に。で、おでこもやるんだけど。シミのところに乗せて、トントンする。トントン。BB クリームは全体的に塗っていいんだけど、気になるところはトントンで、さらにカバーしてくれる。トン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 。はい、こっちも。ここ、シミありますよね。ようやくシミありますよ！シミあるよ！で、ここで終わんないで。一個ここでね、俺的ポイントがあるの。俺もよくやっちゃったんだけど、化粧品って塗るときに、こことこことのね、違いがすげえ目立つんだわ。
ここに塗ってください。ここに、ここにトントンってやってあげて。ここに、ここに、この輪郭、輪郭でめっちゃバレます。で、輪郭に塗るときも首も塗りすぎないで、喉仏よりも上、下に塗ると、例えばこうやって動いたときに白い T シャツとか着てたら T シャツに化粧がついてバレます。なので喉仏より上にまんべんなく塗るイメージ。ほん、これだけ。今のはめっちゃ丁寧にゆっくりやったけど、いつものルーティンに組み込まれちゃえばもっと早い。ちょん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 。で、今回おでこ伸ばして飛ばしたけど、本当にこれだけで、お化粧終了。買ってみたらわかるけど、 BB クリーム塗るとマジ違うから。あとワンポイント、これ言ってみたら油なんですね。ベタついてるかベタついてないかで言うと、ベタついてます、ぶっちゃけ。ここで、あともう一つ、こちらフェイスパウダーでございます。フェイスパウダー、これは必須かな。もうこっちに興味がない人もフェイスパウダーは使ってほしいぐらい。俺も肌綺麗だしっていう人もフェイスパウダーは買ってください。これなんでかっていうと、テカリを抑制できるんですね。で、最近だとまだマスクしてる人もたくさんいるでしょう。マスクの中の不快感とかもなくせます。こういうお粉ですね。あ、まだ開けてねえや。例えばちょっと擦れたりしたり、この上にマスクをしたりすると、取れちゃうんですよ。しかもギトつくし。こういう粉っていうのを、フェイスパウダーっていうのを、ポン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 、ポン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 、ポンポンポン、やります。つきますね。つきますね。一発目が顔にやると失敗します。マジマジで失敗するからね。一発目に顔にやんな。まずは手にやる、手に。一回馴染ませる。そっからゴー。ティッシュ。はい。ボン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 。これもまんべんなく。塗るだけで構いません。はい、さっき塗った首にも塗ります、首にも。これをすることによって、感覚的にもすごいサラサラな感じ。不快感っていうのは現段階ないし、これを塗んなくても、お粉だけ買って出かける前につけたら、テカリが抑制できます。メイク崩れの防止や BB クリームやファンデーションの衣服へ付着することが防ぐことができますと。単品で使っても、肌のテカリをしっかりとカバーし、毛穴をほんのりと隠せます。きめ粉の細かい、粉が特徴で、付け心地が非常に軽い。クレンジングいらずで洗顔で落とせるので、メイク初心者におすすめですと書いてあるんですけれども、すいません。案件ですけど、すいません。ここは洗顔だけではなくクレンジングを使いましょう。これは正直に言います。すいません。ヌーさん、すいません。クレンジングで、ね、落とした方がいい。クレンジングもヌルさん売ってますので、はい、クレンジングですね。クレンジングっていうもの自体がそもそも良くて、お化粧を落とすだけっていうことじゃありません。角質とか毛穴の汚れとかも落としてくれるんで、俺は化粧してない日もクレンジングします。お肌の質とかを良くしたい人は洗顔とかじゃなくクレンジングを始めてみようっていうのもいいでしょう。ということで、今回はね、ヌルさんから商品提供をしてもらって、ベストな顔を作り込んで、まだ写真は撮ってませんけど、紹介したアイテムを含むブランド全商品を対象とした 10% クーポンを、配布いたします。6000円以上の購入で 20% オフにアップいたします。先着100名様までです。お一人様1回限定、クーポンコードは STANMIJP です。これ数字ありません。S タミで、これちょっと文字数の関係ですいませんね。ここからね、こういう BB クリームだったりを買ってから、美意識がまあ高くなったって自分で言うのもなんなんだけど、まあ全てのスタートはこんだけ違うんだっていうことに感動して、化粧品だったりを、買って、で、まあ例えば今の状態に持っていくことができました。これが何もしてなかった時の俺の顔。今何もしてない君たちと同じ状態。毛穴開いて唇ガサガサの肌の状態がいいとは言えないじゃん。まあいいカメラで撮るから普通よりもその毛穴とかが目立つってのがあるんだけど、こんだけ違ったっていう、なんて言うんだろう、一発目から綺麗ってわけじゃなくて、俺は実体験なんで、
肌って本当に始めると綺麗になるんで、始めてみてください。で、今からやるのはちょっとね、君たちにマッチングアプリのね、写真どうやって撮ったらいいんですかってたまに DM 来るんで、それもちょっと教えておくわ。これね、ヌーさんにね、許可取ってあります。アプリとかも言っていいっていう話も取ってあるんで、マッチングアプリを、今からやりたいという人は、今から僕の話を聞いてください。まずアプリ、このビューティーカムっていうのを入れてください。これ。今これ一強です。アプリ。トップティア。これ女の子もトップティアです。これの iPhone カメラモード。これが強すぎる。これ何がいいかっていうと、加工してる感ないのに、ちゃんと綺麗なんだよね。加工アプリってさ、真っ白になったりさ、ちょっと輪郭おかしくなったりすんじゃん。でもこれは、iPhone モードは、加工されてる感がめっちゃ減るの。まずそれを言えます。で、写真の撮り方なんだけど、ダメな例を一個やるわ。これ男性諸君やってしまいがち、僕もやってました。上から視点の写真。マッチングしません。これマジでマッチングしません。これもうカッコつけた上からの自分の自撮りってのは、もうゴミです。マッチングアプリにおいて。これマジで本当に悪いから。たどりが一番なんだけど、もう今で言うと、自撮り棒なんですね。安くてもドンキホーテで1000円以下で買えます。女の子からすると、自撮りで、そのマッチングアプリに、カッコつけて登録してるっていう事実がダメなんだよね。カッコいいかどうかじゃないの。事実がダメ。で、こういうので、自撮り棒が映んない方がいい。ちょっと自撮り棒映ってんな、映ってんな。なんかこういう角度。なんか説明できないんだけど、俺ちょっと背景ぐちゃぐちゃだからちょっとカッコなんだけど。なんかこう。こんな感じとか。ちょっとこれ下手くそだけど。なんかこんな感じ？シチュエーションがちょっとあれだけどね。マイクがあってなんかクリスマスツリーとかだけど。ちょ、背景考えないで。イメージこんな感じ。こっちよりかは女性受け絶対いいから。こっちかこっちかだったら、こっちの方がね、例えば100マックスだとしたら70とか、こっち多分40とか30だと思う。もし俺これがめっちゃかっこいい人だったとしても、もうなんかマッチングアプリしますを、じゃあ撮るかっていう、こういうことをしてる男を想像するから、女の人って。この事実がダメなんだよね。こうやってイケメンこうやってやってる。だからなんか恥ずかしくないんだったら、もう本当にマッチングアプリ頑張るんだったら、外でこういうの撮ってきた方がいいよ。で、これが友達いなくてもこういうの撮れます。俺はベランダで撮りました。これマッチングアプリやってる時、プロに撮ってもらった方が良くないか、ブブです。マジでブブ。これ罠です。罠。マッチングアプリの写真とか撮るの代行しますっていうなんか業者いるじゃん。マジ罠だから。カッコつけすぎないよ。カッコつけすぎ。そのなんていうのかな、ちゃんとしたプロに撮られてるなっていう感がすげえ出るから、ポートレートってこの人マッチングアプリのためだけに撮ったんかなみたいな。めっちゃ出るから、ほんとやめた方がいいよ、プロのカメラマン。マジやめた方がいい。素人の中でかっこいいを目指すには、やっぱりこの iPhone で撮ったって写真っていうのが大切じゃん。その中で勝つときに、お化粧をちょっとして、ヌルさんのさっき紹介したので、プラスしてビューティーカム、ドン。勝ちです。というわけで、買ってみてください、皆さん。クーポンコード S、タンミ JP 入力して 10% オフ、6000以上の購入で、20% オフにアップします。200名先着で、YouTube の動画がね、公開されてしまうとすぐ終わってしまうと思うので、よかったら買ってみてください。というわけで、勝手にみんな、お疲れ様でした。